アンジールのやつ、どんだけサボれば気が済むんだ。あれからもう一月だぞ。セフィロスもセフィロスだよ。ジェネシスとアンジールを一緒にするなんて、ジェネシスって言ったらセカンドやサード連れて消えちまったやつだぞ。コピー使って俺たちを襲ってきたんだぞ。アンジールがそんなこと許すはずない。ソルジャーの誇り誰よりも大事にしてんだから。まったく何がどうなってんだ。アンジール早く戻ってこい。ソルジャークラスセカンド、ザックス。そうだけど、あんた誰？ラザード統括がお呼びだ。ブリーフィングルームへ行ってくれ。おい、ちょっと！誰だよ。アンジールから何か？実家にも連絡はないそうだ。じゃあ、何の用？新しい任務だ。今もって行方不明のソルジャークラスファーストジェネシスの故郷へ行ってほしい。はい。彼の両親からジェネシスとは接触していないという報告を受けているが、信用できない。なんで？親子だからな。念のためスタッフも派遣しておいたが、連絡が取れなくなった。何が起こっているのか調査してもらいたい。彼が同行する。タックスのツォンだ。これ、なんか暗い任務？準備ができたら声をかけてくれ。ちょっと失礼。もしもし。ああ、俺カンセルだけど、メール読んだか？まだ、後で読んどくよ。今ブリーフィングルームでミーティング中なんだ。そっか。なあ、それ終わったらちょっといいか？なんだよ、時間ないから少しだけだぞ。うん、それでいい。じゃあブリーフィングルームの前にいるわ。オス、ザックス。任務の前は行きたいところへ行ってしたいことをしておいた方がいいぞ。なんというか後悔のないようにさ。で、これから1階まで降りて8番街に行ってみないか？よし、8番街だ。じゃあここからは別行動な。え、マジ？誘っておいてほったらかし？俺なりの気遣い、わかるよ。お前、任務の前で時間がないだろ。一人の方がいろいろできるからな。もし会社に戻りたいなら、あっちだ。じゃあな、ザックス。また連絡する。よう、ザックス。ブリーフィングルームへ行ってくれ。タークスが待ってるから急いだ方がいい。こんなに急ぎだとは知らなくて、誘って悪かったよ。じゃ、任務頑張れよ。暇になったらメールするから。そうか。
よろしくな。単なる調査だろ、楽勝。どうかな。この任務は本来セフィロスが行くはずだった。つまりそれほど重要視されているということだ。甘く見ると失敗するぞ。セフィロスは命令拒否だそうだ。そんなのあり？甘やかしすぎじゃないの？本人に言ってみるか。やめて。変な木。バノーラホワイトの木だ。通称バカリンゴ。ってことはここはバノーラ村。アンジールの故郷。その通り。ジェネシスとアンジールは昔からの知り合いというわけだ。こいつら、ウータイにいた連中。やはりこの村にいたか。ここまで村人の姿が見えない。村全体が占拠されている可能性もある。ジェネシスたちは大量の兵器と一緒に姿を消した。一刻も早い回収または破壊が社長のお望みだ。よし、任せろ。望み叶えましょう。アクティベイティングコンバットモード。ジェネシスコピー。その言葉をどこで？セフィロスから聞いた。この技術も我が社の科学部門から盗まれたものだ。はあ？ジェネシスの能力と特徴をコピーすることができる技術らしい。ソルジャーとモンスターだけにな。ソルジャーとモンスターは同じかよ。ここがジェネシスの実家。両親はこの辺りの地主だ。俺は決して盗まなかった。地主の息子が親友だったからだ。窮地なんてものではない。二人は幼なじみで親友だった。脱走したジェネシスが親友のアンジールを仲間にした、そういうこと？セフィロスはそう考えているようだ。おや、墓石だな。まだ新しい。ザックス、
アンジールの家を確認してくれ。俺は墓を調べる。キリ、タークスってそんなこともするのか。誰かがやらなくてはならない。大変だな。気にするな。おかげでお前より給料はいい。マジかよ。ザックス、アンジールの家を確認してくれ。おそらく向こうの集落だ。すでに敵の手に落ちている可能性が高い。気をつけろよ。アンジールの家は…どこだよ。仕方ない、一軒ずつ回ってみるか。何か用？お邪魔してます。アンジールのおふくろさん。俺は後輩のザックス。もしかして子犬のザックス？なんだそれ。息子からの手紙に書いてあったわ。集中力ゼロ、子犬のように落ち着かない。アンジールのやつ。あなたはジェネシスの仲間じゃないのね。うん、違う。安心して。息子に何があったの？俺にもわからないんだ。一月前にジェネシスが帰ってきた。大勢の仲間を連れてね。そして村人たちの命を奪ってしまったの。ジェネシス、昔はいい子だったのに。アンジールは戻ってるわ。でも剣を置いてどこか行ってしまった。その剣は我が家の誇りなの。そっか、それで。あいつこの剣全然使わないんだ。アンジールのこと俺に任せて。おふくろさんは隠れてた方がいい。心配いらないわ。ジェネシスは私を殺せない。うん。アンジールが神殿に入ると決まったとき、誇り高い戦士になるようにと夫がその剣を用意したの。ずいぶんお金を借りたわ。そして返済のために無理をした夫は命を落としてしまったの。お、アンジールの写真。若い。ソルジャーになった時の写真か。バスターソードしっかり持ってるな。こっちは家族の写真だな。うわ、アンジールのやつ、バスターソード見せびらかしちゃって。この人がアンジールの父ちゃん。やっぱ真面目そうだな。赤ん坊の写真だ。これってアンジール？かわいい。でこのガキのツーショットはアンジールとジェネシス。息子をよろしくお願いします。アンジール、どこ行ったんだよ。何？
ジェネシスコピー。アクティベイティングコンバットモード。うれ、はい、あれ、はっ、うれ、はっ、うれ、コンプリートリゾルブ。おっしゃー、村外れに工場がある。そこにジェネシスコピーが入っていた。奴らのアジトってわけ？おそらく。今私は工場そばの崖にいる。正面突破は避け、上から侵入しよう。すぐに崖の上まで来てくれ。墓はジェネシスの両親のものだった。まさか自分の親を。道理は通用しない相手のようだな。アンジールはどうだった？家にはいなかった。でも頼む、時間をくれ。もしアンジールがいたら俺が説得する。アンジールが考え直せばジェネシスもシンラに戻ってくるかも。セフィロスがお前を指名した理由が分かった。俺？ジェネシスとアンジール。セフィロスの友人はこの二人だけだった。最も戦いたくない相手だ。それが命令拒否の理由だろう。俺だってアンジールの友達だ。お前なら二人を取り戻せると期待したんだろうな、うん、時間がない、急ごう。侵入成功っと。先に行け、ここは俺に任せろ。アクティベイティングコンバットモード。はっ、うわっ、決まった。ザックス、こっちだ。敵に注意しろ。ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。はい。
ここでコピーを作っているようだな。2階へ行け。ジェネシスがいるかもしれない。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ。役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル。工場を出たのか。時間がない、急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。あ、アンジールん家。急げ。始めた。なんだって。どうすりゃいいんだ。方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。できるか。やるしかない。新刊の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。新刊の音。こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。新刊の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。
だな。今連絡が入った。まもなく空爆が始まる。急げよ。おふくろさんが心配だ。急げよ俺。何をゲットしたかは後で調べるぞ。何をゲットし、さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。言っただろ。もうそっちでは生きられないのさ。アジル！アジル！君よ、飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは。黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日。逆まく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。召喚獣、クソ。見せてみろ。見逃すなよ。こら！それ！はっ！これ！
Conflict resolved.召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした？俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。ジール。